今日、まあ、うまくいったことは、まあ、45メーターの潜水が、うん、最終的には無事頑張っていけたので、うん、まあ、限界をちょっと超えればあと、まあ、ちょっと頑張ろうっていうのは、うん、これからもや、まあ、繰り返し繰り返しやって頑張っていきたいのと、うん、まあ、あと、まあ、今後としては基本のことをもう一度きっちりと覚えて、なおかつ忘れてることを勉強してやっていって、うんうんうん、もっとどんどん上がっていくようにしたいのと、うん、あと小翔さんも言ってたんですけど、バディのことを考えてちょっとやっただけでも、まあ、今日の機材交換もだけでなく、あの緊急浮上の時もできるだけ近くにいる、相手を引っ張る時も自分相手をうまくコントロールして自分のやりやすいようにして頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。